旋回に住まう美女ダッキ。英雄たちが織田軍と抗争を繰り広げている頃、彼女もまた平の清盛らと共に異界へと迷い込んでいた。これを好機とダッキは異界の地でオロチの復活を目論む。そこにある耳寄りな情報がもたらされる。情報の主はアースガルズの神オーディンであった。オーディンの指示を受けたダッキは神の力が宿る腕輪の捜索を開始する。じゃあ早速腕輪の情報を集めましょう。まずは清盛さん、あなたの知ってる情報は？我が輩は何も知らぬ。はあ？何にも知らないの？なのに偉そうなこと言ってついてきたわけ？信じらんない。そこまで言うのであれば、Kは腕輪のありかの一つや二つ知っておるのだろうな。知らないから聞いてるんじゃない。はあ、地道にいろんな人に聞くしかないか。清盛さん、ぼさっとしないで手伝ってよね。意気込んで出てきたはいいものの、腕輪の情報全然集まらないわね。そうじれるな、ダッキーよ。ひとまずこの地で情報を集めようぞ。あら、あそこにいるのは。たまる！こんなところで会えるなんてね。よし、遊んでもらいましょう。攻めるぞ。無茶はするなよ。紹介さん、久しぶり。ねえ、私と遊んでくれない？見るからに怪しいな。誰？超人。この世界について知っていることを教える。何なんだお前は。これ以上付き合っていられるか。紹介さん行っちゃった。ま、またどこかで会えるでしょ。よし、勘弁さん、久しぶり。相変わらずの顔色ね。早速で悪いけど、私と遊んでちょうだい。兵の認識には誤りがあるのだ。私はチキではないし、遊ぶ気もない。最高。私、あなたを手放せないよ。油断したな。まあよ、この地の状況はわずかなりとつかめた。ああ、カンペさんも行っちゃった。つまんない。腕輪を吠え、そこはコント。面白い世界。暴れるぞ、どうせ貴様は。あら、風魔さんじゃない。あの人一体何しにここへ。こうなるのだ。おいで、まだ遊んでやる。上がったぜ。分身くらい俺だってできるっての。あら、やった。必殺って。本当に消えろ。神が生み出した世界か。なんとも面妙な。じゃがオロチ様の復活にはあつらえ向きかもしれん。にしてもほんと変な世界だよな。ま、俺は俺で好きにやらせてもらうぜ。決勝。また
騎士の、あやつめ何を企んでいる。結局出場の情報なんてないじゃない、やってらんない。あれなんだこの屈強な生き物は。あれは源氏の小僧ダッキ狼楽星。狼楽って、まあここは恩を売っておきましょう。義経さん義理がたいし、後で役に立ってくれるかも。今こそ攻め立ててやろう。共に壊しまくるぞ。よし、無茶はするなよ。義経さん大丈夫？今助けてあげるわ。それはありがたい。目のやり場に困る。すまんが離れて戦ってくれ。気持ちいい暴れっぷりじゃないの。あんたがいれば無敵だぜ。やだ義経さん怪我してるじゃない。一旦引いた方がいいわ。お話はその後でね。暴れるぞ。すまない、この恩義が必ずや報いる。どうなるのだ。思わぬ広いものよ。これでオロチ様復活の道も早まろうというもの。子分は増えたけど情報は増えないままね。あら、あれは関様は政宗さんご一行じゃない。オロチ様、遊び相手があんなにたくさん。楽しくなってきたわ。攻めんぜ攻めんぜ攻めんぜ。いい切りつくりだ。僕も切りたい。暴れるぞ。エルカ攻めるぞ。分かったぜ。私も混ぜてもらおうって。残念だ、今日はここまでかな。引くしかねえのか。消えろ。あらら、剣豪さんたちいなくなっちゃったの。まあいっか、いても怖いだけだし。敵を圧倒せい。へえ、政宗さんたちなかなかやるじゃない。いいわ、こっちも本気出してあげちゃう。ご無礼ながらボコボコにして止めさせていただきます。わへする。最高。私あなたを手放せないね。わしは竜、天下無双の上り竜よ。政宗さんなら何か知ってるかと思ったけど、そんなこともなさそうね。がっかりだわ。わしの未来こんなところではついえん。こんなところでは死ねぬわ。ああ、結局情報は手に入らなかったわね。でもまあ手駒も増えたし
よしとしましょう。良好良好、この地はこれでしまいだ。次の地に向かおうぞ。ダッキーよ、こたびの成果は源氏の小僧らのみであったな。まあね、でもいいわ、楽しかったから。紹介さん、勘兵衛さん、政宗さん、お久しぶりな人たちにたくさん遊んでもらえたし、今回はこれでよしとしましょう。清盛さんも素敵な活躍だったわよ。とっても頼もしかった。この調子で腕輪集めを頑張っていきましょう。なんて思ってるわけないじゃない。あんたはただの駒よ駒。こんなやつ、おろし様が復活したら。よかろう、おろち様復活は我らの悲願。ケイと協力すれば望みも早く叶うというもの。目につねめ、我が愛をこき使い、いいとこ取りをするつもりか。オロチ様が復活した後は必ずや。いや、我ら二人、オロチ様が復活した後も阿吽の呼吸で歩もうぞ。そうしましょう。うまくいったか。